自民党の麻生副総裁は福岡市で講演し防衛費増額や反撃能力の保有を決めた岸田総理大臣について誠実そうにリベラルそうに見える顔が世の中に受けていると述べ評価しました自麻生副総裁防衛費を NATO 並みに GDP の2%にします安倍晋三が夢にまで見ていた数字できなかった数字 これを岸田はすっと通した。公明党は反撃能力は専守防衛に反するという理由で反対公明党の一番動かなかったがだったいわゆる山口石井北川等々一番上の人たちその裏にいる創価学会そういったものも含めて納得する形になってうちは当然報復しますよということを 公明党に認めさせていますこれも岸田よ、私はこういう状況にあるときには、岸田さんのようななんとなく、極めて誠実そうに見える顔、俺とか菅とか、そういう売られた喧嘩は必ず買いますというタイプの人間ではなく、ある種の誠実そうに真摯そうに見える、あの顔、リベラルそうに見えるあの顔の方が世の中ウケるんじゃないの。 また、中国が台湾に侵攻するという台湾有事をめぐっては、在留邦人の救出など日本の安全保障にも関わるため、まずは台湾が戦う覚悟を持つべきだとの持論を改めて展開しました。自、麻生副総裁、戦うということをはっきりしてもらわないと、我々として日本の安全保障にも関わるんだと。 台湾には戦うという力海軍や陸軍、や陸戦う力はそれなりにお持ちでしょうけれど足りないしたがってその分はアメリカと一緒になったり日本と一緒になったりしなくちゃならんというのは確かでしょうがまずは台湾自身がその力を持つそしてその力を使う国の防衛のために使うという国民的合意を持ってもらわないといけない。 以下はネチズンのコメントをまとめたものですリベラルとは個人の自由個性を重んずる様自由主義的確かにリベラルだな会期外で勝手にやることを決め補助金も個人の自由でポンポン出すこれは民主主義とかけ離れた行動独裁政権のやり方である なので評価は下の下それが現在の支持率内閣支持率ネット調査では10.7%です今回の経済対策なども期待できず支持率不要につなぐことはできないでしょう安倍氏時代からの下地があったとはいえ防衛費増額とか通したのは確かに岸田氏の成果ではあるただ内政というか社会保障負担含めた増税負担増路線がひどすぎる ガソリン20課税くらいサクッと減税しときゃこんなに支持率落ちなかったのにこれは各政治家のスキャンダルや統一教会問題みたいな一過性じゃないよ支持率戻したいなら財務省や各業界と対峙して補助金ではなく減税の路線にすぐに変えないとただただ選挙に勝てばいい考えの代表格 セメント財閥の世間知らずの近建政治の政治家ならではのコメントこんな古い思考回路の政治家を一掃しなければ日本に未来も明日もない庶民は自民党政治家の派閥ゲームに指を加えて見ているだけせめてもの抵抗は選挙の一票しかできないのだから今の低堕落な政権与党が。 本気で国民の味方をしてくれるのかどうかを見極めて、一票を投じたいものです。